下益城群益城町 S 様から国産仏壇を拝む楽しい生活報告の長文はがきいただきました。誠にありがとうございます。金箔が吹いてもげない国産仏壇。 お仏壇の販売が定食長田後きでございます。2020年6月12日金曜日。今ちょうど朝6時28分朝動画でございます。ありがたいことにですね。ビッ ちり書いていただきました。下増木軍、増町 S 様。本当にありがとうございます。もう88歳ぐらいのおばあちゃんですね。あの、この方はですね、うち私にはもう5、6本ご紹介いただいてますね。ありがとうございます。早速読ませてもらいます。ちょっと、ちょっとじっちり言ってうか読ば、メガネ外してもらいますけどですね。長い間ご無沙汰申し訳ございません。朝5時に起き子供が朝食準備してやりますので助かります。 子供も神様に参り、私もピカピカの仏壇を拝むのが嬉しいです。仏壇を世話したところにも参りに回っております。S さんのおかげですと喜んでおられます。輪島さんのおかげです。皆様が喜んで話されますので、何でも会った時言われたら電話します。今でもピカピカ仏壇参るのが楽しいです。子供4人、 孫11名、ひ孫20名、毎日誰かが拝みに来ます。友達も S さんの仏壇ピカピカ良いなと言われます。私も嬉しいです。友達にもあたたちもよか仏壇買いなはるときは世話しますよと言っております。テレビでも和島さんの仏壇が見られるて嬉しいです。本当にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。孫が変わる変わる、まんまんさんと言って、拝みに参ります。ああ、最後の言葉いいですね。まんまんさんいいですね。はい。もうあの、毎日のですね、楽しい生活が絵に手に取るようにわかるですね、本当に素晴らしいおはがきありがとうございました。もう私はこれは嬉しいございます。もうこれからもですね、もうあの、S さん本当ですね、 もう、100歳。いやいや、110歳まで。百獣の王になるまでですね。110歳まで元気で長生きしてください。あ、ちょっとメガネをかけますね。メガネを今度よい,やいやこれ、ハメのとこがわからないですね。はい。下町棋貴くん、三里町、A 様、あ、S 様ですね。これ間違えました。S 様、お喜び、あ、こううお喜び、こぼれる、溢れる、手書き、はがき。長文の手書き、はがきいただきました。誠にありがとうございます。もう、あのー、 ご自身、あの、このお客様自身がですね、こ字が違いますね、<laughs> 自身の字になってますけど、あの、ご自身、お客様自身がですね、国産仏壇を購入いただいてですね、たくさんのお友達、ご親戚をご紹介、もう10本とは今、5、6本はも紹介していただいてます。みんなこちらのですね、あの、金箔、輪島漆器の技術を生かした、金箔が吹いても剥げない国産仏壇、ご紹介いただいております。もうこれ、こ今さんですね、私たちも安心しておられます。間違いなかったです。はいはい。で、えー、 びっ,あのびっちりとですね、お仏壇のある楽しい生活を報告していただいております、まあ、あ S さんですね、110歳まで元気で長生きしてください、もうそれでは実際ですね、このはがきを見てですね、確信いたしました、もう本当にですね、もうこれはもう私のやっぱ宝物ですね、あの私ですね、これだけお客様からたくさん宝物を、こんなあるんですよ。 実際もうちょっとあります。あのもうちょっとこっち壁に貼ってありますけどですね。こんなにたくさんですね、お客様の宝物。えー、こちらは手紙でございますね。手紙もたくさんいただいております。あこういう形でですね。ですからもう本当にですね。たくさんあのお客様の、えー、おはがき、手書き、はがきいただいております。日本で一番幸せな仏壇店。日本で一番お客様からはがきをいただく仏壇店でございます。はい、ではここまで。 この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。これよりお礼を申し上げます。皆様の開運をあって、お祈り申し上げます。